桜道春院。来年度予算の執行に関してのあり方に関して、まあ、自治体 DX トランスフォーメーション、そして選挙、また広報のあり方、また国勢調査の評価などについて、質疑を全体的な質疑をさせていただきたいと思って理事者と打ち合わせはしてあるんですが、まあ、委員会ですから先番議員の、質疑にも受けての質疑もさせていただこうと思っております。先般議員のその答弁の中で変異株のその検査が、私は2月24日に変異株の検査が船橋市保健所独自に必要だということを提言しまして、それに対して陽性コントロールが来てないからできないと、つきましてはきちんと千葉県衛生研究所に検体を送って、検査することを検討すると言いながら、あれから3週間、全く送られてこなかったことに非常に残念に思います。で、答弁の中で、これからそういう方向を目指すということが、表明されましたが、まずは、昨年と全く一緒で、プライマーさえあれば PCR ができるという状態だったのを、プライマーを手に入れて PCR を3月11日に昨年始めたんですね。同様のことも陽性コントロールさえあればできるわけですから、これ厚生労働省の文書の中でも確かにこの変異株の検査については地方衛生研究所がやるというふうに書いてあります。ただ、中核市の保健所に陽性コントロールを送ってはいけないとどこにも書いてないんですね。で、国の方が方針を変えて、この地方衛生研究所でやるというところに、などというふうに入れて、などのところには、地方衛生研究所と同程度の検査能力を持つ中核市保健所などというふうに書けばいいわだけの話ですから、まずはうちは検査ができると、陽性コントロールさえあれば検査ができるということを、やはり市長、あるいはせっかく国から来ていただいているんですから、副市長がきちんと厚生労働省、に言う、そして要請する、あるいは場合によっては記者会見を開いて要請するということが、船橋市民今本当に変異株の検査が全くなされてない状態ですので、要請コントロールの提供を国に対してきちんと求めるべきだと思いますが、市長か副市長ぜひお願いします。市長。変異株の検査についてでありますけれども、昨年プライマーが来なくて独自の検査体制が築けなかった、これはもう議員おっしゃる通りで、国の方といろいろやり取りをする中でプライマーを入手をいたしました。で、この今回の変異株のゲノム解析ですけれども、保健所の方と、やり取りをする中で、保健所の持っている機器の精度ではですね、最終的にはどの変異株に行くまでかが確定ができない。ですから、この辺については私もうちでできないのかという質問もしておりますけれども、その技術的な今地方衛生研究所の方に来ているものがこっちに来てやれる、ちょっと保健所とのやり取りの中では今の危機では難しいというような話もありますので。その辺ができるのであれば、それはまた国の方に要請をして、うちの方でも独自に展開をしていくことが一番理想的ではありますけれども、ただ今かなり精緻なゲノム解析をやらないと、何がどこの変異株なのかということも確定ができないから、国の方に最終的に持っていっているという話ですので、この辺についてはちょっと確認をさせていただいて、やれる範囲は努力してみたいと思います。桜井委
どの変異株が確定できかねないかというのは、私も2月24日に言ってあります。でも、その変異株の一種であるという検査は N501Y ということで、もう検査できるんですね。船橋の保健所の能力でできます。だから、きちんとその船橋保健所として検査をしながら、陽性が出た場合には、陽性が出たという事実をまず発表して、どの株かどうかは地営圏に送って検査するという体制取れると思いますので、ぜひお願いいたします。それでは、まず、自治体 DX に関する質問をいたします。